警視庁97年の問題です。この問題は同一増加数と言われている問題です。以前の10年前の ABC の3つの市の合計88万人と分かっている。その上で A 市が 12%、 B 市が 5%、 C 市 20% 増加した。現在の A 市の人口いくらか、こういう問題なんですが、 12%、 5%、 20%、 これは11ですね。以前の人口 100% とした時の 12%、100と置いた時の 5%、 100に対する 20% 増加なので、100対12、100対5、100対20と比と考えることができません。すなわちですね、ここは4で割って25対3と書くことができ、こちらは5で割りまして20対1と書くことができ、ここは20で割りますと5対1と書くことができるわけなんですが、この問題ですね、増加人数ピタリと一致したと。増加率は異なるにもかかわらず増加人数ピタリと一致するわけなので、全部ですね丸3と書いたっていいわけなんです。増加人数同じなんだから全て丸3と書いて構わないんですね。ということは見て、四角は数字3倍で丸になりますので、数字3倍丸60と表すことができ、ダイヤも数字3倍で丸になりますから丸の15と書くことができます。となれば25+60+15で合計100、丸100が88万人ということが分かりますから、これを踏まえて現在の A 市 25+3 で28が何人かを求めればいいということになるわけなんですが、計算としましては丸100イコール880000人、両辺100で割りますと8800人。じゃあ丸の28はという言えば、これの28倍で、246400人ですね。24万6400人。5番正解でした。